はい、こんにちは、ヒトです。これからね、すごく暑くなってくると思います。ということでね、今日はね、夏に向けたアイテムを購入したので紹介したいと思います。ということで、今日紹介するアイテムは、はい、こちらになります。今日ね、スノーピークさんから届きました。じゃあね、早速開封したいと思います。はい、開封します。な、何が入ってるかというと、こちらです。よいしょ。はい、こう、今日ね、購入したのはこちら、スノーピークのね、フィールドファンを購入しました。こちらです。スペックはね、こんな感じですね。ジャンコードも載っております。はい、ジャンコードこんな感じですね。はい、こちらはマキタのね、ファンと同じタイプのものになってます。じゃあ早速開封したいと思います。よいしょ。はい、このパッチです。はい、説明書が入っております。これね、バッテリーは別売になっております。付属品はこちらの AC 電源ですね。 AC アダプターは付属しております。で、アウトドアで使う場合、バッテリーね、バッテリーを使う場合は別売になっております。こちらですね、こちらが電源コードになっております。形状はね、こんな感じの変わった形状のものになります。で、ね、説明書はこんな感じですね。もちろん日本語で書かれております。じゃあね、実際ね、これ開けたいと思います。はい、ものはこちらになります。これ後ろにね、こちらフックがついてて、こんな感じに持てます。でね、ここくぼみがあって、車のね、手すりですね、手すりにこんな感じでね、引っ掛ける、こんな感じで引っ掛けることができます。で、これ自動前ですね。こちら説明すると、こちらが電源ボタンで、風量がね、弱、中、強と3段階になっております。で、タイマーですね、タイマーもこちらですね、1時間切りタイマーがついてます。1時間、2時間、4時間と。で、こちら首振りがついております。これが電源スイッチで、これが風量スイッチです。これがタイマースイッチで、首振りスイッチです。それで裏はね、裏にはこちら AC アダプターですね。 AC アダプターのジャックがあります。でね、ここね、バッテリーをつけるようになっております。ちょっと自分の持ってる互換バッテリーですけど、ちょっとつけたいと思います。こんな感じですね。で、こちらね、こちらにはボタンを押して角度が変えることができます。こんな感じですね。
で、これで電源を入れると、ジャック。それこっちだね。首振りです。一回止めたいと思います。こんな感じですね。で、これね、後ろにこれ計測用の穴が開いております。ただね、これテレビでしょ、カメラの三脚の穴の大きさと違うんですよ。でね、こちらになります。こちらね。じゃあね、紹介ページも横に残っておきます。変換アダプターです。このネジですね。じゃあね、早速つけたいと思います。ものはね、はい、ネジはね、こんな感じのネジになっております。はい、じゃあね、早速つけたいと思います。こちらね、つけるのはこちらになります。じゃあ早速つけますね。ここにこれ、思ったより硬いです。これ本当に大丈夫なのか、こんなん締めてもらって。めちゃめちゃ硬いです。これどうもバリがあったみたいで、抜けたらスッといきました。あ、ちょっと浮きますね。これこれをつけるとやはりちょっと浮きます。はい、これがね、ちょっとね、気持ち浮きます。だいぶ浮くな、これもうね、ここにね、何かをつけないと浮いちゃう感じになりますね。そうか、微妙なんですよ。こんな感じで浮く、ガタガタするもんで、ダイソーでね、とりあえずこれ買ってきました。これね、こちらです。でね、ここに貼ってね、高さを稼げるかなと思って買ってみましたけど、今日どうかな、どうなんだろう。これでいけるのかな。ここら辺貼ってみます。こんな感じで、こんな感じですけど、ね、これを貼っておけばギリね、こんな感じでガタつかなくなりました。ちょっと浮くかな、まだちょっとね、これでもね、やっぱ浮きそうな感じやもんでね、もうそのうちね、これ削っちゃうかもしれないです。まあアルミやもんでね、削れるもんで一回削ろうかなという気もします。まあね、ちょっ
ょっと今日は思ったよりちょっとガタついたなっていう感じですね。まあこんなもんか。本当はもうちょっと厚みがあった方が良かったよな。でも削るのが一番かもしれんね。でもこれをつけることによってね、はい、こんな感じで、こんな感じでちょっと普通の扇風機っぽくなるので、高さをね上げるにはちょうどいいかなというふうに思っております。ということで今回ね、スノーピークのフィールドファンを買ったという動画になります。ということで、ご視聴ありがとうございました。